はい、こんにちは。臨死体験で別のパラレルワールドを見てきた白石泰造です。道開きのナビゲーターの野比香織です。このチャンネルでは、あなたが最高の未来にパラレルシフトする情報をお伝えしています。さあ、今日のテーマ。今日のテーマは、自分との向き合い方？気合い方、向き合い方。についてお話ししていきますよ。よくね、自分の内側を見つめるとか、自分軸を持つとか、その自分と向き合うときに間違ったやり方してる人がいるんですよ。というのも、自分と向き合う作業って自分の深いところと対峙しなきゃいけないわけでしょ？それなのに、すごい表層の部分だけをずっと観察したり感じたりしてる人が多いんですよ。そういう人ってパラレルシフトできません。もうはっきり言います。できません。じゃあその人たちが見てるのは何かというと、自分の感情だけしか見てないんですよ。なるほどね。この感情って自分の深いところかというと、そうじゃなくって入り口に過ぎないんですよ。導入近いもの。そこからさらにもう手突っ込んで奥まで行くぐらいのね、もなうる本ほ当ど。ドアなんですね、ただの。確かにね。ね、そのドアをずっと見つめてたってさ、いい建物があるとして、そのドアのところじっと見て、このドアは何年製のやつだな、このノブはこうなのかとか言ったところで、中に入らないことには、その建物の良さってわからないじゃないですか。なるほどね。入ったことにはこうならね、ない。開けた、閉めた、開けた、閉めた、そみたいうそうそうそう。な。ずっとそれをやってるってことなんですよ。入れ、みたいな。入らんかい、みたいなね。そうなんですよ。で、感情って本当に自分の中の表層的なものだから、まあ、海で例えるとね、波立ってる上の部分ですよこのね。バシャバシャババシシャバシャバシャーみャたいとな。切れば大荒れもします。でも、海ってもっと深いところに行ったら、表面ではバシャバシャしてても、すっごい穏やかでしょ？もうそこの方ですよ。そこの方は穏やかで、音も光もほぼ届かないような場所でしょ？そこに行ってほしいんですよなね。るほどね。そう、感情がこう動いてる時って、もうこう波がわーとか、ガッカッカッターとか、鼻に入ったとか。そうなんですよ。だから自分と向き合うときに、今日はさざ波でした。今日は大波でした。今日はあんなお魚がいました。それがあなたの人生に何の関係があるんだって思うのね。なるほど。そう。もっと深いところ、あなたはこの地球に何しに来たわけっていうところなんなでるすほよ。ど。で、そこを紐解くのに、その表層の部分はすごく大事になってきます。でも、いつまでもその入り口のドアのところで立ち止まって、ああでもない、こうでもないっていうのは、いつまで経ってもあなたの人生がパラレルシフトしません。あなたは何がしたいですか？何しにこの地球に来ましたか？どんなことをこの自分にね、あなたに体験させてあげたいですか？そこをね、考えてほしいんです。確かにさ、感情がこう浮いた、沈んだ、浮いた、沈んだって、でも沈んだって言っても、この奥底にこう行ってるわけじゃ言っないてんるだわよけじゃね。ない。この表面で浮いた、沈んだ、浮いた、沈んだをずっとこうやっててさ、で、感情が沈んだときはどうしたらいいですかっていうのを毎回こうずっと聞くんだけど、そりゃ心を落ち着けて、こう静かに自分と向き合って、こう奥底まで向き合うっていうのがいいよね。瞑想なんかいいかもしれないそうですだよね。ね。じゃあ、どうしたらいいかということをお話ししていくと、この表層の部分を見るときって、きっとみんな一緒になって揺れながら見てるんですよ。なんか浮き輪かなんかに、そうね。ジャフーンジャおーフーンっみたて、いな。おお、揺れてるとか、なんか一緒になって一喜一憂してる状態だと思うんですよね。そこから離れて、その表面の波を俯瞰してみてほしいんです。じゃ、浮き輪でこうしてるときって、その感情的になってるってことだよそう、ね。一緒になってね、動いてるわけじゃない？辛い、悲そう、しい、悔悲しいとか、しい、そうなんで気すがよ。乗らないみたいな。それをこう、ちょっとこう、遠くから見そう、てみ俯る。瞰する。浮いてんな、ぷかぷか浮いてんな、みたいなね。感情的になるんじゃなくて、感情を一回ちょっと味わう。まず、1番目、感情を味わいます。2番目、感情を味わい尽くした後に、ちょっと冷静になって、はて、なんであの時あんなに反応したんだろうということを考える。その時に距離が必要なんですね。その対象物と自分との間に適度な距離感が必要なので、その一緒に表面浮いてる浮き輪を脱いで、ちょっと俯瞰ポジションから、あれ？なんで私あんなに反応したんだっけっていうことを考えてほしいんです。そう。そ確かにのね。プロセスが必要になってくる。
そして私は本当はどうしたかったのかなとか、そういうことを考えていくのかな、うん、そう、だんだんその対象物との距離を取っていく、うんうん、あの時本当はどうしたかったのかなっていうことを考えた時に、うん、はて私の人生ってこれでいいんでしたっけ、うん、っていう、うん、浮き輪でチャプチャプやったままでいいのかと、うんうん、そう、もう思い出してほしいんですよね、うんうん、この地球にあなたが何をしに来たか、うん、なるほど、うん、はい、ということで、ね、今ね、うん、こう感情の表面のさざ波を漂っている人は、うん、そうか、そうやって考えればいいのだ、うん、というね、ちょっと新しい視点を持ったら、うん、また出てくる答えも変わってくると思うのでね、うん、はい、さざ波から距離を取るということをやってみてください、うん、はい、というわけで今日のテーマは自分との向き合い方です。このチャンネルではあなたが最高の未来にパラレルシフトする情報をお伝えしています。いいね、コメントお待ちしております。